風強くてこの傘飛ばされてしまうかもしれない、そんなことがあったらちょっと笑ってやってください。はい、ご紹介を送りました。私たち宇古町より参りましたストラーダと申します。ストラーダはイタリア語で道という意味があります。私たちこれで全員参加です。何も悲しいことではありません。コロナで人数減ったとかじゃないですよ。はい、もともとこの人数で活動しております。そして去年の冬、私事ではありますが結婚しちゃいました。ありがとうございます。すみません、私事で恐縮です。どうもおめでとうございます。その説は、はい、そこら辺にして、はい、今日踊らせていただくのは相談しなび忍びと、カミカミだな、やばいな。はい、奏でる藍色の藍、私たちのふるさと西もない盆踊りのこの藍染めの色を奏でると書いて相談忍びと、私たちはこれからいろんなチームさんに忍びのように活動して いろんなチームさんに忍び込んでいきますけれども、その忍びと、忍びってね、盆踊りの忍び、人弁に思うと書いて人を忍ぶ、人を思うという字を書きます。その忍び2つをかけてこの曲を新アレンジバージョンでお送りしたいと思います。それでは楽しんでいってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。忍法新相談忍びと、
温かい拍手に感謝を込めて、レン、ありがとうございました。